こんにちは、こんばんは、キューチームの時間です。はい、こんにちは、どうも。今日はゲストなしです。はい、メンバーだけで、はい、やっちゃいますけどね。メンバーとか言っちゃった、メンバー影響受けてバンドみたいな、バンドみたいになっちゃった、はい、いいでしょう、ね、いいでしょう。主要人だけでやっていきますけど、はい、最近ちょっと更新遅かったしさ、いろいろ報告しなきゃいけないこととかたくさんあったりさ、はいはい、まあ、一応夏の陣も、終わりましたけど、無事に終わんなかったっていうところがね。まあそうですね。これがね、なんかさ、やっぱ大変だね。いや、今の世の中ね、もう本当にね、もうなんかやっぱこう言わなきゃいけないのかなとかいう気分になりますけど、はい、この YouTube 自体は楽しいことをお届けしていくっていう、そうですね、ことに特化してますんで、はい、なんかその報告したりここではしないんですけど、はい、気になる人はねホームページ見てください。まあそうですね。ここもカットしちゃうかもしれないけど、はいはいはい、夏の陣やったじゃないですか、スーマーシリーズ。はい、パネルがでかい。頑張ズルズン、はい、こうやってこうズルズン。福田くん完全に隠れてますけど。一応隠れてしまいましたけど、まあやりましたよ。はい、すごい。いや、今思うとすごいですよね、これね。で、なぜか最後の日のニューロティカナックルチュアワだけやれなかったっていう、はい、そうなんですけど、まあ残念でした。これはね、非常にね。でも出てくれた人たち本当にありがとうございます。そして、はい、見に来てくれた人たちなんかもう本当に最高にありがとうございます。やっぱりね、この時期にね、ロック盛り上げていくこと、はい、大事だなって思いながら、どうやったらロックが盛り上がるのかってさ、うん、昔はさ、いい音楽といいライブがあってさ、環境が良ければ盛り上がるだろうって思ってただけなんだけど、うん、まあ、それもそれが大変だったよ、30年ぐらい前だったら、まあ、そうですね。だけど今は考えれば遠いっすね。ねえ、それだけじゃない、何かを。それだけじゃないね、はい、こんな時に店長になって、こんな時にブッキングやるようになった2人ですからね。もうね、言ってみればド M ですね、完全に。まあそういうわけですけれども、はい、まあ、ここからクラブ級さらに元気になってね、はい、日本のロックシーン、ライブハウスシーンを、まあ言っちゃってなんですけど、引っ張っていかなきゃなとかさ、それぐらいの気持ちやらないとね、気持ちありますから ね、 ね、うん、見ててくださいよ。本当に今日はね、ノープランで喋り出してるんで、なるほど、どうなっていくか。一応ね、この YouTube、うん、6300人ぐらいの登録者がいてくれてるんですよ。で、大概の人はやっぱりこの有名なひろとさんとかさ、うん、時江さんとかさ、もつの森山さんとかさ、はい、それから藤木剛さんとかさ、はい、出てくれたじゃないですか、そこで登録してくれた人がたくさんだと思うんで、うん、このしがないライブハウス店員3人おっさんが喋ってても、うん、何も面白くないよって言って登録解除する人も出てくるかもしれない。いや、だから面白くないとダメなんですよ。あ、なるほど。面白いことと自分が期待していることがつながっていけばみんな見てくれるっていうですね。でもやっぱり1万人とか目指したいしさ、オリンピックやってるじゃないですか。やってますね。すごいじゃない、こんなに取っちゃっていいのっていうぐらいの金メダルの数ですよね。取っちゃったりすごいなと思ってる。ボクシングの女の子でさ、もう私これで引退しますって。カエルが好きなんで、カエルの研究者になりたいみたいな女の子がいて、金メダル取ったらあとは好きなカエルの研究。気持ちいいですね。それはそれで気持ちいい。やりたいことがはっきりしてるっていうね。金メダリストがカエルの YouTube とかやったらめちゃめちゃ盛り上がる。それだけで爆発的に再生回数ありそうですよね。高橋くんさ、店長もさ、なんかないの、そういうの。なんかね、やっぱ見てみんなが面白くなるやついいですよね。ね、去年ドラム叩きながらうどんを作るっていうのやったじゃないですか。はいはいはい。まあ、流しそうめん今回ね、やってもらおうかなと思ってるんですけど、うん、一応これ今サブちゃんじゃないですからね。ポンちゃんにあげようと思ってますからね。それぐらいですね。これもなかなかいろいろリスキーですね、これね。これリスキーですよ。やりましょう。やってくれますか。はい、やりますか。期待しておいてくださいね、はい、次の回ぐらいにはドラムを叩きながらそうめんを茹でて流して食うっていう。いやー、そんな動画見たことないないですよ ね、 ね、いいロックのライブと YouTube はちょっとずれますからね、はいはいはい、確かに。でも今回ね、いろいろあってさ、俺思ったんですけど、まあいろいろあると大変だけども、なんか成長するね。まあそうですね、人間と人間関係といいますか、うん、まあ、うち若い人たちもね、すごい成長してね、いい仕事してくれたんでね、うん、その子をね紹介しようと思ったんですけど、髪の毛がボサボサだから嫌だって断られました。あ、全部可愛らしいですね。可愛らしい理由。
髪の毛がボサボサだから断られましたけど、うん、出てもいいんじゃないかな、はい、掃除ずっとしてるんで、掃除してボサボサになりますよね。それは掃除してたらボサボサになりますよね、うん、まあちょっと訳ありでこの4日間休んだんだっけ、はい、4日間ですね、4日間休んだね、はい、4日間休んで、掃除してくれてると、はい、感動的ですね、素晴らしいです ね、もうだってお店綺麗になりますよね、本当ね。いやお店ね相当綺麗になったと思うね、本当に、うん、あの業者が来て掃除するっていうのをね、うん、凄まじい絵面になってたけど、確かに確かに、うん、いやでもそれぐらいね、ここまでしたら相当なもうピカピカ具合ですよ、これお店ピカピカですよ、はい、新品とは言いませんけどね、もう27年経ってるからね。いやでもそこである意味こう綺麗にまたもう一回リセットできてね、ああいいんじゃないか ね本当に、うん、もっとさらにピカピカにしたいね、はい、六本木にあってもおかしくないぐらいのお店にしたいね。やっぱ俺たち自身も磨かなきゃいけないんじゃない？あですね、確かにね。やっぱ店長がかっこいいとバンドもかっこよくなってくるっていう説があるでしょ。店長の昔の動画とか半端ないぐらいかっこいいですよ、だってとんがってたからね。ちょっとこの辺に入れときますか、それ。いや入れた方がいいですよ、入れた方が入れた方がいい、いや、それ目指さなきゃいけない、ね、だってもう全力坂みたいなやってる動画もあるんですけどねそれすらもかっこいいっていう。まあ高橋くんもね可愛かったからね。まあ僕もねスリムだった時ありますね。ね。今はほらもうちょっと安心感で売っていこうかなと思って。あ、ちょっとじゃあさ、うわ、やべえ。あ、分かった分かった。ここに俺たち3人の昔の20代の写真をドゥルドゥルドゥルって並べてみましょうか。はいはい、あ、それいいですね。でどのぐらい笑えるかっていうのね。確かに。で今手元にないんで、今思いついたばっかりなんでね。後で出しましょう。編集していく中でどれぐらい笑えるか。はい、いやー、だいぶですよ、だいぶだいぶやばい、うん、やばい、そう。でもまあ出していきましょう、そう、それやっちゃおうか、うん、ね、だからでもほら、それぐらいだったってことはそれぐらいに戻れるってことですから、ポジティブに考えれば、考えれば戻れる。いやだって実際そういう時期があったわけですから。いや髪の毛戻らないでしょ髪の毛も今戻れるんですよね。戻れるの。そう、自分のガッツ次第で。ガッツで、ガッツと忍耐と、ああ、そうなんだ、いろいろあるんですよ、世の中には。もう不可能っていうのはないです、今。不可能はないもないです。もちろん死なないじゃないですか。それはもしかしたらもう遅かれ早かれ出てくるかもしれないですね、そういうものが、うん、今後神の領域ですよ、要するに人間 その寿命をいじるっていうことですからね。まあでもね、うん、シビアな話したら俺14歳で死んでるからな。だからそういうことですよね、もしかしたら。うん、それ生かしてもらったのは自分の力じゃないですからね。そうそう、医者というチームのそのすごい技となんか技術と機械となんかね。だからまだこの果てがないだけにまだまだ無限大じゃないですか、可能性が。果てが分かればもうあれですからね。そういう意味ではそうか、寿命をいじってんだっていうことですね。もしかしたらそういう考え方もできるかもしれないです。寿命とかまでいかなくても、うん、まあ例えばまあ、虫歯多いんで、うん、まあ、虫歯治すとか、うん、腰悪かったらそういうのを治すのに、SNS の目悪かったらちょっとね、レーシングするとか、あ、レーシングある、メガネ買うとか、はい、そういうのなんか元に戻すみたいな、若返んなくてもいいけど健康になるってはいいかも、なんかまあ簡単に言うとダイエットもそういうことだよね、元に戻すってまさにそういうこと、まあ、話の論点よく分かんなくなってきましたけども、まあシュッとしていきましょうと。そうですね、楽しくかっこよく、お店がいればいろんな楽しいことがやってきて話題も豊富になって、いろんなお客さんとかね、バンドの人とか楽しんでいただけるようになるんじゃないかと、ね、まあ、人間力上げていかなきゃいけないってことですね、まず我々がね。ね、そうですね。そういうわけで、次回は、ドラム叩きながら流しそうめん、これねやる暇ないよね、結構スケジュール埋まってるからさ。ですね、やる暇ないじゃん、もう午前中か深夜か、もう頑張ってやるしかないよ。そうですね、ありますかね、僕たちになんかいろんな試練が襲いかかりますね。まあそうですね、まあでも今こういう時期だから、うん、もう頑張んないとダメっすよ。そうですね、はい、オリンピック選手すげえ頑張って、オリンピック実行委員会は低たらくのボンボンコムチキパロロロロですけど、うん、選手はすごい、うん、頑張ってますね。あと選手の周りの審判の人とかさ、うん、その大会を作るためにみんな頑張ってるじゃないですか、はい、そこはもう絶賛拍手だよね。まあそうですね、まあ、我々も一緒です、もうバンドとライブ会場とね、はい、そうです、一体になって
たくさんの音楽ファンを楽しませていこうじゃないですか。ですね。戦後ロックの金メダルを取っていかないといけないからね。行きましょう。うまいこと言った。ロックの金メダル。行きましょう。誰がちなみに持ってんですか。ロックの金メダルか。でパテでマスコさんとか持ってそうですよね。金メダル。あとあっちゃんも金メダル持ってる。マスコさんはね、金メダルっていうよりね、うん、まあ、勲章は持ってるよね。あ、間違いない。もう勲章ずらーっと並んでる感じがありますね。あるある。並んでるよね。無冠の帝王みたいな人もいますけどね。あ、確かに。ターシックみたいにね。あ、無冠の帝王。無冠の帝王ですね。すごいですよ。誰にも負けないっていうね。うん、そういう人たちもこう押し上げながらね、はい、やっていきましょうよ。はい、店長一言どうぞ。一言ですか。いやでもね、金メダル目指したいですけど、はい、まあ、4年に一度と言わず、本当もうより多く、うん、もう毎月でも毎日でも金メダル出していきたいなと。そうね、そうね、毎日金メダル思っております、はいはい、じゃあ消毒頑張りましょう。そうですね、はい、押す。では皆さんさよなら、はい、また気に入ったら気に入らないと。